ドジャースの大谷翔平投手は23日、日本時間24日、米アリゾナ州グレンデールの球団施設で実戦形式の打撃練習、ライブ BP を行った動画、ロバーツ監督の笑い止まらず、大谷翔平の規格外150メートル弾映像オープン選出場について、 デーブ・ロバーツ監督は25日、同26日の本拠地アスレチックス戦以降となる見通しを示している。シーズン開幕戦は3月20日に韓国で行われるパドレス戦。キャンプから開幕までに50打席に立つ方針で、順調に調整を進めている。